中山競馬場第1レースはオールカマー、体勢整い、ゲートが開きました。人気のレイベオロ、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何が行きますか。ダンビライとマイネルミラノ、競り合うように出ていきます。アシネの馬体、未来日の翼、ぴったりと内を回って、アルライン、外からエアーンセル、黒い馬体はなんと漆黒の馬体ゴールドアクター、内側にレイベオロ並ぶ形。各馬これから第1コーナーに向かっていきます。半馬身ほど遅れてマイネルクロスと、内側のこの位置にブライトバローズ、3、4馬身切れてブラックバも一番後ろから湘南バッハ、こういった体勢です。このレース個人的に注目している馬はゴールドアクター。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在マイネルミラノ、ぴったりと内を回ってアルライン、外の方から未来日の翼、前半の 1000m を通過しました。59秒台、外よりエアーンセル、先ほどから少し下げた位置にダンビライト、その後ろゴールドアクター、そのうちになんと半端しいほど遅れてレイベオロ、内側のこの位置にブライトバローズ、外から12番マイネルフロスと、5馬身ほど後方にブラックバも、一番後ろから湘南バッハ。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。依然として先頭はマイネルミラノ、リードは3馬身、これを追って2番手にアルライン、残り600のハロン棒を通過しました。そして間からエアーンセル、マイネルフロスと差を詰めてきた。そして間からブラックバも、湘南バッハ、差を詰めてきた。そして間からなんと各馬激しく動いてきました。アルライン4コーナーを先頭で駆け抜けます。レイベオロ早くも先頭を捉える勢い、エアーンセル追走、アルライン先頭、続いてその外にエアーンセル単独先頭、続いてその外にレイデオロ、先頭わずかにレイデオロ、一頭抜け出したレイデオロ、先頭でゴールイン、一着レイデオロ、二着争いアルライン、ダンビライト、この2頭の体勢は微妙。勝ちタイムは2分11秒5、勝ったのはレイデオロ。